し見たこともない。 Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。 I am in Los Angeles and look at me. I'm wearing this gorgeous kimono dress. 実は今回ゴールデングローブ賞の時の着付けでお世話になった押本寿恵子さんと寺内さんと一緒に撮影をしてます。Isn't it gorgeous? Designed by Sueko-san. ということで、今日は海外で働く素敵なチカ友をご紹介したいと思います。ハリウッドで衣装デザイナーとして活躍されている押本寿恵子さんと、寿恵子さんのマネージャー兼フォトグラファーの寺内さん、日本の着物を世界に広めるべく、ハリウッドで様々な映画や有名なアーティストのミュージックビデオ、雑誌やコマーシャルなどの衣装をプロデュースされているんです。 And here we are at their studio in North Hollywood.あ、おはようございます。一応回ってます。ここがスタジオのオフィスで、なるほど、はい、失礼します。スタジオ、橋本さんのショーが、こんにちは、お久しぶり。元気ですか？元気で。Welcome to Los Angeles. Thank you. この前は全然、ね、スタジオとか見てなかったので。そう、ここで撮影したり、昨日もね、ちょっとね、あのお宮参りの撮影があって、そうそうそう、赤ちゃんの写真撮影でね、伝統的な記念写真もやるし、ファッションもやるし、そう、いろんなのをやってた。まにアメリカ人で日本大好きな人とか、着物買ってきて着せてほしい。あ、そっか、着物に好きな人がいる。あ、なるほど。いろんな方いるよね。いろんな方がいますね。カーメンエレクトラさんっていう。あ、カーメンエレクトラ知ってます。知ってます。よかった。カーメンエレクトラがなんか着物的なものを着るってなんか結構、あ、これ、すごい綺麗。アメリカ人から着物見ると、苦しそうとか、あの、息できなさそうとか、トイレどうすんだろうとかっていうのが結構多いんですよ。で、これは楽に着れて、ハイヒール履けてすぐ歩けて、長時間着ても疲れない。ミラノカーさんもコマーシャル一緒にやりましたけど、ああ、もう、はい、ビクトリアシークレットのほらモデルさんなので、うん、こう重ねて着るっていうより、なんでこんな、こんな素敵な体なのに隠さなきゃいけないんですよ。終わった後、脱いだらもう本当にね、セクシーにローブみたいにかけて写真撮ってて、撮ったわよ。で、それは、それが好きな、本音はね。で、着物自体は好きなんだけど、着方がやっぱり、そう、なんか外国の人に着せるっていうのも面白そうですね。やりがいはすごいありますよ、うん、日本人しかできない仕事だし、やめらんないですね、一回やっちゃうと。これでこの組み合わせとかも全部橋本さんが考えて、見に来たって言ったんですよ。あの、今日はちょっと日本スタイルのお葬式のシーンを撮りたくて、15人フィメール、メール入り混ざって、みんな黒で、で、亡くなった人は男性の役って、すごいミュージックビデオで、かいミュージシャンで、今日見に来たいって言ってるんですけど、うん、I am available after one or two years today。 で、有名な歌手の方で原宿やってる人いるじゃないですか。グエンじゃない、グエンステファニーがこれを、はい、あ、グエンにあげたんですよ、ね、ブリトニー・スピアーズが新しい香水出すって言ってて、そこに着物を使いたいと、うちに来て何点か持ってったんですね。そのスタイリストさん、ショールームがグエン・ステファニーと同じショールームで、そのブリトニーのために置いといた衣装をグエンが着て、たまたま見て、私これ好きだわって言って、あ、そういう経緯で、そういう経緯で、あ、じゃあじゃああげますよって言って、着てくださいって言ってあげたんです。これはミスアジアですけど、うちアジアね、プロデュースでみんな上位ですよ。うん、最初の子だけクラシックだったんです。私は、あ、日本のものを文化と表現するためにクラシックでやったんですよ。その代わり打ち掛けなんてすごい金額のね。はい、でも、あ、いいで終わり。このうちがモダンを展開するきっかけになったイベントですね。そう。そう、これじゃあ勝負で。世界では、まずクラシックは無理。裏方にいるときに皆さん横通るじゃないですか、打ち掛け着てるモデルさんの横、うん、みんな綺麗ね綺麗ねって言うんですけど、この距離だからそれが分かるわけで、ステージ上がっちゃったら、あれが主将なのか何なのか分かんないっていう、そうするとやっぱエンターテインメントの中ではパンチに欠けるんですよね。振りが好きなのね、うん、外国の人、そうですね、うん、長いのが好きな、でも長いのってもこれも意味があるじゃないですか、うん、そうですよね。うん、でも、あの、彼たち外国人からしたらみんな一緒なので、
長い短いで関係ないし、気に入ったのは着るっていう。最初は抵抗ありましたか？ありました。私はもともとほら着付け師なので、もう絶対クラシックしかないっていうふうに思ってたので、でそれがまあここね、ハリウッドインダストリーに入ってきたらそうじゃないっていう。もちろん伝統大事、私基本も大事、基礎も大事、でも壊さないと新しいのできないんですよ。文化を守るためにやっぱりやらないといけないですね、うん、で基本っていうのがあるからこそ崩してもやっぱり品格は置きたい、いやらしさを出したくない、品はずっと置きたいっていうのが私のテーマですね、うんうん、近友のあきこさんです。はい、です、みちロスでヘアメイクをされているあきこさんです。あきこさんは日本でヘアメイクのお仕事を始め、よりアーティスティックな作品的なメイクをしたいという思いで LA に来られたそうです。学校に通いながら自分でメイク作品のポートフォリオを作り、今はアーティストビザで活動されています。作品撮りももちろん大変でしたが、やはり一番苦労したのは英語だったそうです。言いくるめられちゃったりとか、こうこうしてこうしてみたいな、言い返せないみたいな、こうしたらちょっとまずく なるんだけどとかっていうのもあっても、ちょっと言えなかったりとか。スエコさんがデザインされたこちらの着物ドレスは本当に着やすくて、補正が必要ないので着付けも10分程度で終わってしまうんです。しかも日本の職人さんが作った着物をベースとしているので、ゴージャスでありながらとってもお上品。職人さんが作った着物をいっぱい世界で売れるようにしたいっていうのがあって、その着物ドレスもそういういい着物を使うようにしてます、うん、でも職人さんのことも考えると、考えないといなくなっちゃいますからね、うん、そうすると着物作れないし、作れなかったらもう、化石状態ですから。日本の着物を守るためにも着物文化を世界に広めるのは必要不可欠、そういう思いで末子さんと寺内さんはアメリカのハリウッドで毎日さまざまなことにチャレンジしています。大事ですよね、その日本を知ってもらうとか興味持ってもらうきっかけとして、ちょっと変わったものとか新しいものを見せて、でも本当に興味ある人ってもっと深く見ていくし、そこで入り口を作る、そう誰かしらやるんですよ、着物みんな人気あるし変わってるし、で基礎がないからすごいことになっちゃうんですよ、うん、どこを残したらどうなるかってのも分からないしだったら俺らでやっちゃおうっていうのが、うん、このようにアメリカで活躍されているお二人に海外で仕事する上で大事なことについて聞いてみました。パート2もアップされてますので、ぜひチェックしてみてください。でも挑戦しないとやっぱり次ないからね。概要欄にリンクを記載しておきます。海外で働く近友シリーズ化してほしいと思ったら、ぜひいいねを押してください。Alright guys, I hope you enjoyed this video. A big thanks to Sueko-san and Terauchi-san of Kimono SK and makeup artist Akiko-san. Thank you so much for watching, and I will see you guys again soon. Bye! I don't want to take it off.